月のフレッシュマンは阿蘇市黒川にある YMCA 黒川保育園にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ではまずお名前と年齢を教えてください。はい、平田ゆりえ21歳です。平田さんお住まいはどちらですか？黒川です。はい、あ、じゃあもう地元。はい、地元になります。はい、平田さんは阿蘇の高校を卒業後、はい、短大に進学して保育士の免許を取って今こちらにお勤めですけれども、やっぱり地元で仕事がしたかったんですか？はい、阿蘇がとても好きで、やっぱ黒川保育園は母園でも、はい、あるので、もうそこで働こうと思っていました。はい、じゃあちっちゃい頃はこの黒川保育園に通っていたんですね。はい、まあ、あの園舎も新しくなって、ね、今年の4月から認定こども園にもなりましたが、お仕事どうですか今2年目？はい、とても楽しくて、子どもたちともう過ごすのが毎日はしゃいでいます。はい、そもそも保育士になろうと思ったのはどうしてなんですか？と小さい頃からの夢でもあったんですけど、あの私の妹と9つ離れてて、よく子守りもしていたし、で、まあ、そのままやっぱ子どもも好きなので将来に就こうかなと思って、はい、あのどんな時にこの仕事ついてよかったなとか思いますか？普段のお仕事の中で。そうですね、子どもの成長をいち早く見れることだと思います。やっぱあの毎日朝から夕方まで一緒に過ごしているので、やっぱ保護者よりも早く、うん、もう歩けたとか、トイレでおしっこが出たとか、そういうのもすぐ見れるので、もうそういうところがやっぱ保育園してもう楽しいなと思っています。はい、ではちょっとプライベートなこともお伺いしていきますが、現在21歳、はい、結婚願望は？そうですねまあできたらしたいなと思ってはいるんですけど、やっぱまだまだ、21ですし、もうちょっと、はい、まあ、あるにはあるけどすぐではないってことですね。はい、どんな男性がタイプですか？ですね、まあ、優しくて、まあ、引っ張ってくれる人がいいかなと、はい、思ってます。じゃあその優しくて引っ張ってくれる男性と、もし阿蘇市でデートするならどこがおすすめですか？そうですね、やっぱ阿蘇おいしいところとかいっぱいあるし、もう観光とかもいろいろあるので、まあ一宮とか、まあ、そういう付近とかいいかなみたいな思ってます。はい、では最後にあちらのカメラに向かってお勤めの YMCA 黒川保育園の PR をお願いします。はい、YMCA 黒川保育園は今年の4月から認定こども園となり、また園舎も新しくなりスタートしました。毎日元気に子どもたちの笑顔に囲まれながら過ごしています。活動も様々に取り組んでおり、充実した環境の中で子どもたちもすくすくと育っています。子どもたちの成長を見守りながら一人一人を大切にしていきたいと思っています。はい、ありがとうございました。では最後はですね、2人で一緒にフレッシュマンのポーズを、はい、平田先生左で、はい、じゃあ行きますよ。はい、今月のフレッシュマンは、YMCA 黒川保育園の平田先生ご紹介しました。それでは行きます。はい、せーの、フレッシュマン、さよなら、バイバイ